とはいうものの、建築についてもバロックについても一生分を書くつもりはない。私はこう言いたいのだ。かつて一つの体制、たとえ悪しきものでもによって一緒にまとめられた国々では、何世紀も経た後でさえ何か共通の精神的な印、または印の痕跡が見出される。明らかに一定の文化的接触は単に政治体制の若ざれに過ぎなかった。それは人や領地の交換によってもたらされ、偶然で外面的なものだったが、しかし存在した。巡礼者はそんなにも多くの、しかもそんなにも多様な国々の中にハプスブルグ帝国の紋章を見出すとしたら、文字通り日没することなき帝国の地理的判事に感銘を受けるだろう。チェコとハンガリー、アルプス諸国、ナポリ、フランドルとオランダ、ラテンアメリカ。同時に現実に直面してみると確信が生ずる。それは実際に大きな構想だった。支配者たちはおそらく偉大ではなかったろう。変人や狂人、官僚や専制君主、凡庸な人か、狡猾な政治家だった。大きな理念を持つ人たちでなかったのは確かである。しかし、その歴史的無能や凡庸も、王朝のそれなりの使命の大きさを包み隠すことはできない。すなわち、中世のヨーロッパを何か超国家的全体として作り上げること。それが王朝制反ヨーロッパというバロックの試みだった。いや、それよりもっと大きなもの、実に様々な従属諸国家の同盟を作ろうという試みであった。この王朝体制の愚かしさと残酷さを思い出す必要はない。だが、あなたの目前でトレドのわしが、プラハの紋章のわしと、または我々チェコ人が何年も前にあんなにほっとして別れを告げたハプスブルグ家の苔脅しのブリキのカカシどものどれとでも一緒に翼を広げるなら、チェコ人をハッとさせ、ああ神よ、あの王朝の連中はなんと大きな現実を、そして大きな可能性をもてあそんだことか、という奇妙な思いを思い起こさせる。我々チェコ人は誰一人としてハプスブルク王朝を感動的に思い出すことはない。だが我が国民を確実に多くの不都合を伴って引っかき回すのに手を貸した帝国の大きさと世界性は、その足跡と出会った時、我々を無関心のままに捨ておかない。いかにあろうとも、それは超国家とも言うべき大きな理念だった。我々がそれに組みするわけでは全然ない。にもかかわらず、政治的利益がないわけでもないが、それは我々の民族的伝統に属すると言えると思う。それは単に民族の自己維持を目指す戦いであるばかりでなく、より広範囲の国際的政治体制の一員として加わる意思と能力でもある。我々は神聖ローマ帝国の一員であった。バロックのハプスブルク帝国のメンバーであった。いずれも単に望まざる強制または歴史的偶然だった。あるいは我々の国家生命の中で繰り返された政治的プログラムだったのではないかと歴史家たちは言うかもしれない。しかし私は繰り返して言う。我々はその歴史の中に多少広い範囲で多少意識的に政治的な反ヨーロッパ制とでも言うべき伝統を持っている。おそらく今日でもその伝統は我々に語るべきものを持っているだろう。もはや確かに諸民族や諸国家を統合してより高い組織や世界的秩序を作り出そうとする王朝や神聖ローマ帝国の王冠はないだろう。あり得るのは経済的な現実で、スペインの
ビサグラのラバオイたち、オランダの干拓地の玉ねぎ作りたち、そしてマルタのように頑固な我々チェコ人たち、そうした人たちにとっての一種の共通体制をいつかは作り出すような社会的人間的な団結だろう。わしはもう一羽もいなくなるだろうが、より精神的な同時に現実的な何かがあり、それが我々すべてに共通の印を与えるだろう。その点ですでに小さな仕事が始まっている。ここで我々に呼び起こされるのは、我々に関する限りその方面では一種の歴史的訓練を受けていることだ。我々はこういうことができる。そこへ行かせてほしい。なぜなら我々はもう千年間もゆっくりとその状態と折り合っているのだから。我々は諸民族のさまざまな共同体の中にいることにもう慣れっこになっているのだ。たとえそれが必ずしも同意したものではなくても、おそらくそこに我々の使命がわずかながらも存在するのだろう。そしてここでかくもさまざまな遠く離れた諸大陸で私が見つけたと思うそれらの文化的痕跡を改めて思い出している。私が完全に読み違えていないなら、それらの痕跡が不完全でただ似ているだけだとしても、民族から民族へと政治的関係の線に沿って巡っていく文化交流を意味するだろうことは間違いない。国際政治に伴う一定の積極的創造的価値については証明がある。たとえスペインおよびアルプス諸国でのハプスブルグ家の政治のように、そんな個人的で時には暴力的で果てはそんなにも不人気なものであるとしても、それについては多分こう言えるだろう。それはおそらく否定すべからざる文化的重圧と孤立の中にある我々チェコ人やヨーロッパのどの民族をも限りなくほっとさせるものだ。もしも遠近を問わず別の諸民族と我々を結ぶ線が張り巡らされたなら、もしも新しい生命が我々の世界の社会的有機体の中に血脈のように張り巡らされた政治を通じて流れていくなら、我々はこれまで政治の歴史的足取りのもとにどのような生命の源が開かれているか十分に見てこなかったようだ。ハプスブルグ家の足跡を追ってゆけば、ただバロックだけでなくありとあらゆる他の相互関連が見出される。チェコのフラメンドルたちやスペインのボヘミアン、ジプシー、フラメンコはすでにその呼び名で古いフランドルの文化的伝統と連結している。おそらく何かより広い世界秩序とともに大きな解放と創造の活気、陽気な精神とキリシアの主神ディオニソス的な豊かさが我々と全ての人のところへやってくるのだろう。我々と全ての人にその道を開く仕事は政治にかかっていると私は信ずる。